なんでお前学校いんの？え？なんでって？学生系のネタに戻ることにしたんだよ。え？俺もこれから毎日学校撮影で皆様に投稿をお届けします。そしてなんとなんと、この制服ももう卒業でちゃんとした制服に変わるって話。まあ短編ドラマも良かったんだけど、やっぱり学生系の方が面白いなって。制服届くまでに少し時間がかかるから、1週間ぐらいはこの制服で撮影かな。でも前よりももっとクオリティ上げて、もっと面白い動画を皆さんに届けようと思っております。ってことで、今まで短編ドラマに切り替えてフォローを外された方、よければ戻ってきてください。僕は学生あるあるを出し続けますので、ぜひ応援をお願いします。あ、ちなみに制服貼っとく、これを街中で見かけたらぜひ声かけてね。お前らどこ行ってたんだよ今まで。めっちゃ探したんだからな。すいません、道で迷ってました。